はい、どうも、マックスドラミの役所こそ、ナムマックスです。本日はですね、2020年、プロ野球、個人タイトル、そして、順位予想を決めていきたいと思います。まずはですね、今シーズンの、プロ野球の個人タイトル、そして、順位予想、そして後編に、ベストナイン、そしてゴールデングラブを自分なりに考えたので、それを発表したいと思います。まあこれが当たったからってね、どう言うつもりもないですけど、ただ自分が楽しみたいからやってます。それではやっていきましょう。防御率はパ・リーグ山本由伸選手、そしてセ・リーグは大野雄大選手です。こちらどちらも2年連続にしました。まあ強いですね、山本由伸選手は。これは当確だと思います。確実に取れると思ってます。で、まあ、セリーグの防御率を大野雄大選手は、どうでしょうね。まあ、なかなか結構競り合うと思うんですけど、やっぱりね、白井ピッチャーの、剛速球は多分打てないと思いますし、で、今年大城戦そこまで良くないんですけど、まあ、それでもまあまあ、シーズン入ってくれたらいいんじゃないかなと思います。はい。一言二言ぐらいしか喋ってませんけど。そして最多勝はパリーグ則本選手、そしてセリーグで言うとジャイアンツの菅野選手です。まあここはちょっと悩みましたね。パリーグ、特にパリーグ千賀選手もいますし、高橋礼選手、そして楽天だと則本選手だったり岸選手だったりで、パリ他にオリックスだと山本投手もそうですし、あと山岡投手、去年です。あ、去年取ったのか。山岡選手だったり、去年取ったのが確か有原選手ですね。日ハムの。で、パ・リーグは本当に悩みましたね。で、則本選手は開幕から見て、その中日戦の練習試合も見て、ああ、いいなと思いました。オープン戦か。オープン戦ですね。見て、うわー、いいピッチングするなと思って、見てましたね。そして、セ・リーグの菅野選手。こちらは悩みました。っていうのも、まあ、後で順位予想を見せるんですけど、まあ、そこで結構、どうだろうって思って、まあ、菅野選手、新ホームラン、まあ、なかなか打てないと思いますし、特に中日戦で投げられたら、多分私、今年も打てないと思うんで、なので、菅野選手でした。勝率も則本選手ですね、パ・リーグは。そして、セ・リーグは、大瀬良選手ということで、まあ、これも順位予想を反映してこういう感じになるんじゃないかなと思ってます。まあ今年はまあまあまあ安定か不安定か言ったらどちらか分かりませんけど、それでも結構いいピッチングしてるんでいいかなと思います。で、奪三振もこちらは山本選手で、セ・リーグは大野選手、大野雄大選手ですね。まあパ・リーグに関してはやっぱり由伸選手がね、もうストレートもいいし変化球もいい、最高のピッチャーなんで多分打てないと思います。でもなかなかそのオリックス打線に助けてもらえないから、その最多勝とかが勝率も難しいんじゃないかなと思って則本選手にしてます。相手本当だったら7冠ぐらい取れてもいい選手なんで、7冠見すぎてで、セ・リーグ大野選手ですね。去年誰取ったの、あ、去年の選手か。でももう、大野選手のやっぱ、ツーシームとストレートは、なかなか見受けられないと思いますし、で、あとはフォークボールですね、特に。がいいのと、あとスローカーブの、今年から確かスローカーブ投げ始めたんですけど、結構いい球なんで、いいんじゃないですか。遅い球と、速い球をかけ備えて、結構それで抑えてくれたらなと思ってます。で、最優秀中継ぎはもう、これは僕確実だと思ってます。パリーグは。宮西選手ですね、ファイターズ。もう、こちらは文句ないかな、と思ってます。で、セリーグは、ゴンサレス投手です。こちらは中日の新外国人なんですけど、まあ、中日、僕、中日ファンなんですけど、その中日ファンから見て、明らかにゴンサレス選手はいいピッチャーだなと思ってます。ロドリゲスの、後釜になってくれる選手じゃないかなと思ってます。ドロブン戦練習試合を含めて打たれてませんよね、まだ。なので決めました。
で、そして、まあ、宮西選手は、まあ、毎試合50試合登板してるんで、結構いいかなと思ってます。そして、最多セーブ。もう、これはもう、好調、これは文句ないと思います。パ・リーグは森選手、ソフトバンク森選手。そして、セ・リーグは DeNA の山崎康明選手。まあ、これは文句なしでしょう。どちらももう抑えになってますけど、ソフトバンクに関しては、ちょっと、森選手か、で、サファテ選手が今年から復帰したんですけど、はい、なんか黄金性のピッチング見てたら、まあ前世紀と比べたら明らかに落ちてるんで、3位にするかどうかなっていうのが、来る監督次第なんですけど、まあ、森選手じゃないかなと思ってます。そしてセリーグは、安崎選手。もうこれは確実です。もう、だって他の、その抑え候補見ても、確実に安崎選手の方が、もう抑えの経験もありますし、やっぱどうやって抑えるかっていうのも分かってると思います。で、続いて沢村賞ですね。沢村賞は山本由伸選手、もうこれは確実だと思ってます。防御率が 1.65 ぐらいで、奪三振も200ぐらい200は言い過ぎるかもしれない、160ぐらいはあるんじゃないですか。で、まあそうですね、勝利数も多分2桁を超えてくると思いますし、確実に吉野選手かなと思ってます。でもね、あのその東京オリンピックがあるんですよ今年。まあ、なくなるっていうか延期とか言われてますけど、もしあった場合だったらこれが増えるかなと思ってます。っていうのも、その北京オリンピックを経験した川上健志投手も、実はそのオリンピック終わったらストランドでその一つの大会が終わったっていうので、まあ、なんて気持ちが冷めて、それで結構打たれて2軍に落ちたりとかしたっていう経験が大きいことなんです。なのでちょっと侍にただ選ばれる選手はなかなか、うん、難しいかなと思ってます。だからそれを考えて、特に野手の方が、どうかなと思ってます。まず